どうもこんにちは、そばでんです。はいはいはい。今回は自己紹介動画を撮りたいと思います。お願いします。まあ、早速質問しても大丈夫ですか？はい、お願いします。今、サボ君は年齢何歳ですか？僕今19歳です。19歳ですね。はい。身長、体重は？体重はここのジムに来てから、はい、もともと68ぐらいあったんですけど、はい、ここのジムに来てから63ぐらい。あ、大きいを絞れたんですね。はい。で、身長はその交通事故、後で話するんですけど、はい、そのまあ2ヶ月間寝たっきりだったんですよ。はいはい。その間に、176、7センチぐらい。5センチ伸びたよ。すごいよ。もともと171やったんですけど。え、何年でその事故った、2ヶ月で。2ヶ月で5センチ伸びたの、はい、やっぱ寝る子は育つ。すごいな、それ。事故後は何してるんですか？事故後、今は僕はここのジムに来て、リハビリ、ちょっとこう、ボクシングをやっての、はい、あと、まあ、バイトをしながら音楽活動もしています。うん、そうですね。歌を出して、そうです。自分を出して、で、SNS やね。そうですね、SNS。じゃあ、概要欄貼っとくんで。概要欄貼っとくんで、TikTok、Instagram で YouTube お願いします。なんか好きな女性とか？好きな女性、まあ、好きな女優さんは永野芽郁さんが好きです。理想です。何をしてるときが楽しいですか？やっぱジムで運動してるときとか、うん、まあ、おかしいから。しんどそうだけどな。しんどいです。しんどいけどやった後の開放感で、まあまあそうですね、うん、てかまああとは歌詞書いてるときとか、うん、が楽しいです。で、今後の目標は？今後の目標は今年の10月に誕生日の日にライブを、しない。ライブをしない？するやろ。大阪市内。どういうこと？大阪の、あ、大阪市内ジラフというクラブがあるんですけど、すごい大手のクラブやで。そこに10月で出させてもらうことが決定しまして。お、だからそれまで、それまでに、うん、まあ音楽で有名になるのももちろんやし、うん、まあ痩せるのも、はい、頑張りたいと思います。今後の目標は、1つ目、うん、歌でライブで大きい舞台に立つこと。立って、それでみんなに自分の歌を聴いてもらう。自分の歌を聴いてもらう、まあ、届けることですね。で、二つ目は、まあ、ボクシングでリングに立つことですね。うん、戦うってことだよね。そうですね。ほんで、三つ目は、僕今、サボテンブランド、服のブランドを出してるんですけど、うん、こちらなんですけど、このブランドで、売れたお金、売れたお金を、うん、障害者団体のところに寄付、利益を、利益をです。そうです。今度自分は儲けなし。自分は儲けもちろん多少はあり。売り上げの一部を寄付する。そうですね、一部を寄付したいなと思って。目標があるんですね。目標があります。やっぱ有名になって、はい、みんなに、ね、知ってもらって。そうです。強くもらって、過去の事故前の自分を超えるっていうことだよね。そうですね。こんな自分でもいけるやっていうのも。そうですね。それをみんなに見せたい、見届けてほしい、うん、と思ってます。インスタグラムの DM や TikTok の DM でいつもメッセージをくれてありがとうございます。勇気を与えれる人間になれて、うん、嬉しいです。これからも諦めず夢に向かって頑張ると思っているので、夢の方よろしくお願いします。ありがとうございました。いい顔してるよ。